ヤマウィークリーニュース。こんにちは。2月も終わりに近づき、各地で梅の便りが届くようになりました。明るい梅の花を見ると心が穏やかになりますよね。今日最初のニュースはそんな梅の話題からお伝えしていきます。文京区に春の訪れを告げる文京梅まつりが湯島天満宮で開かれています。取材した2月16日は暖かい天候に恵まれ、ほころび始めた梅を見に大勢の人々が訪れていました。文京花の五大祭りの一つ、湯島天満宮の梅まつりは昭和33年から始まり、今回で58回目を迎えました。江戸時代から梅の名所として多くの人々に親しまれてきた湯島天満宮境内には、およそ300本、20品種の梅の木があります。その8割は白梅で、樹齢70年から80年の木が中心です。早咲きの梅がほころび始め、ほのかな梅の花の香りに包まれた湯島天満宮は、学問の神様菅原道真公が祀られ、受験生や保護者、大勢の花見客が訪れ、境内はとてもにぎわっています。合格祈願の絵馬はご覧の通りたくさん奉納されています。皆さんの願いが叶うといいですね。回を重ねるたびに盛大さを増している文京梅まつり。今年も延べ40万人の人出が予想されています。3月8日までの期間中の土曜日曜日は、お囃子や日本舞踊、カラオケコンクール、物産展など様々な催し物が予定されています。また日没以降は夜8時まで境内がライトアップされ、昼間とは一味違った夜の梅を楽しめます。湯島天満宮の梅の見ごろは3月上旬だそうです。区内には北野神社や小石川後楽園など梅の名所が何箇所もあります。春を届けてくれる梅の花の香りをどうぞお楽しみください。では次の話題です。森外記念館では外の原稿、書簡、遺品などのほか、外や文京区にゆかりのある文学者に関する資料を収集しています。現在、開館後初の新収蔵品展パート1、新収蔵品に見る外の横顔が開催されています。森外記念館には平成24年11月の開館から新しく収集および修復作業を終了した資料が23点あります。今回の新収蔵品展パート1では、そのうちの15点を展示・紹介しています。書簡、絵画、写真などバラエティ豊かな資料からは、外の多彩な活躍を知ることができます。こちらの資料は卒業25年記念写真帳です。外は明治14年に東京大学医学部を卒業しました。卒業後25年経った明治39年に同級会が開かれました。外はあいにくその日欠席しているんですけれども、その後、この写真帳が企画されたようで、外の写真は日露戦争中に撮られたものです。外がお気に入りの一枚だったのかもしれませんね。こちらの扁額は外が住んでいた官庁楼、この土地にあったんですけれども、その住居の2階ですねに飾られていたという扁額です。この書を書きましたのは中村不折という方でして、根岸に住んでいて画家そして書家として知られておりました。この扁額、外が大事にしていたものなんですけれども、今回綺麗になってこのようにお披露目をすることができました。
こちらのコーナーは鴎外の弟徳次郎に関しての資料を展示しております。鴎外の弟徳次郎は 14、5 歳頃に歌舞伎を見まして、東京帝国大学医学部在学中から劇評を書いて、後にこの歌舞伎という雑誌を創刊いたします。喉頭潰瘍という病気で明治41年の1月に亡くなってしまいます。こちらに飾っているものはその追悼号の表紙になります。久保田米斎というあの歌舞伎のこの雑誌の表紙絵をたくさん手掛けた画家が描いたもので、この表紙の絵柄は鴎外のお家の菊の葉の模様を丸く輪にした形の模様から、着想を得て描いたものだということです。新収蔵品展パート1、新収蔵品に見る鴎外の横顔は3月9日月曜日まで開かれています。また3月11日からはパート2、森類の生涯盆地湖から作家が開かれます。鴎外の三男森類の親族から寄贈された6000件を超す資料の中から30点余りを展示紹介します。父鴎外を敬愛しながらも鴎外の遺構に苦悩しながら生き抜いた類の姿が、遺品や自筆原稿などの資料を通して浮かび上がります。これまで紹介されることが少なかった鴎外の三男森類の生涯と合わせて、鴎外の多彩な活躍ぶりをこの機会にぜひご覧ください。続いては確定申告のご案内です。今年も確定申告の時期になりました。そこで確定申告について本郷税務署でお話を伺いました。本郷税務署の山口さんにお話を伺います。山口さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。最近はパソコンを使った申告が増えてきているそうですね。はい、こちらでイータ君が操作していますが、パソコンを使って国税庁ホームページの確定申告特集ページから確定申告書等作成コーナーに進んでいただき、画面の案内に従って入力していけば確定申告書などが作成できます。それをプリントアウトすれば税務署に提出できるわけですね。はい、提出は郵送でも可能です。確定申告書等作成コーナーを利用していただければ、入力した金額に誤りがない限り税額が自動計算されますので、昨年から導入された復興特別所得税の計算漏れも防止できます。なるほど、それは便利ですね。今年の確定申告で何か注意する点はありますか？はい、平成26年の1月から個人で事業や不動産貸付等を行うすべての方に記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。また昨年12月末時点で5000万円を超える国外財産を所有する方については、国外財産調書を3月16日までに提出していただくことになります。それと先ほども申し上げましたが、復興特別所得税の記載漏れにご注意ください。詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、税務署にお尋ねください。山口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。国税庁のホームページで確定申告書が作れます。確定申告はインターネットが便利です。私は e-tax で送信、私は印刷して送ります。申告と納税は期限内に。平成26年分の所得税の申告と納税の期限は3月16日月曜日です。また消費税の申告と納税の期限は3月31日火曜日です。どうぞお忘れなく。続いて区からのお知らせです。区では文教ゆかりの文人樋口一葉が通った国登録有形文化財旧伊勢屋七店の保全活用および樋口一葉の検証のため一葉募金の寄付を募っています。ご支援ご協力いただける方は区ホームページやアカデミー推進課などで配布している寄付申し込み書をご覧ください。詳しくはアカデミー推進課またはふるさと歴史館までお問い合わせください。
趣旨にご賛同の上、皆様のご支援をよろしくお願いいたします。文の都ウィークリーニュース、それではまた。